待って、これさ、分かった。こうして、こうしたらいいんじゃない？あ、待って待って、え、画面が少々乱れますけど、ちょっと気にしないでくださいね。シルカ帽に、あ、ちょっと待ってやばい、いろんなものが映るよ。絶対に映るじゃん、これ。画面が少々酔う方はごめんなさいね、本当に。どうしよう、変なものが映らないようにっていう感じです。よし、オッケーオッケー。こうじゃん、こうよこうよ、こうですか。おっとっと、にゃ、きたきた。あー、ごめんなさい、本当にごめんなさい。あー、声がでかい、ごめんなさい、本当に声でかい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました。マジで虫が出るみたいなテンションで虫が出るテンションでさ、叫んじゃった、やばい。どうしよう、大丈夫かな。大変失礼いたしました。失礼いたしました。こっちの iPad が倒れちゃいそうになりまして、弁償するところでした。危ない危ない、緊張するところでしたね。今日はこれ、ラフォーレのシールさんとのコラボのお洋服着てます。結構みんなお揃い、特にグレーがね、みんな着てくれてるイメージがある。グレーのがちょっと大人っぽいから、そのイメージがある。で、そんな大きかった？ごめんね。ごめんね。ごめんね。お揃い。一部ありがとう。ありがとう。これそう、春夏秋冬行きます。もうね、買えないんだけど、私のブランドさんのはね、もう多分買えないのかな。一部起きれなかった。え、どうすんの？今後私さ、一部と二部しかなくなってさ、起きれなかったらもう会えないじゃん。どうしてくれちゃうんですか？白で描いた。そう、ありがとう。白も黒じゃない、白もこのグレーも大好きです。みんな似合ってるよ、本当に。めっちゃ似合ってる、ありがとう。お昼ご飯食べた？お昼ご飯今日はハンバーグでした。さっきツアーグッズ買ってきました、ありがとう。なんかさ、本当に申し訳ないんだけど、今回のツアーのグッズが紫なんで、ピンク紫みたいなグッズの色じゃないですか、うちわがね。だから私のメンバーカラーが緑だから、マジで本当にバズライトイヤーみたいな色になっちゃってて、なんかみんながさ、今グッズ事前販売買ってくれてるじゃん。それでさ、ツイートとかでさ、買いましたっていう写真をさ、載けてくれてるんだけど、マジでバズライト嫌なんだよねさっき事前販売行ってきたよ、ありがとう。本当にバズライト嫌すぎて、そう、さあ行くぞだよ。まあ無限の彼方まで行けるからいいけどね。じわってる、じわじわ。無限の彼方まで行っちゃいましょう。あ、パピコ、さっきはありがとう、タワーありがとう。うん、今日残念ながら本当にホワイトボードみたいなのがないんですよ。あ、
ないんですよ。あの紙がなくて書けない。ありがとうタワー。一部も二部もたくさん話してくれてありがとう。ラブ。ありがとう。パピタンタワーありがとう。こんにちはこんにちは。あ、そうですね、私がバズなら皆さんウッディですね。全然いいよ、サナツンいるだけでハッピーラブハート、ハッピーラブハート、嬉しい、ありがとう。また話そう。あ、ユミピ、うん、うちは逆だよって教えてくれてありがとう。たまにさ、あのコンサートでめっちゃ逆な人いるんですよ。なんか例えばモロハシがハシモロになってたらまだわかるんだけど、でも確かモロハシってうちは持ってる人いないか、サナとかか、サナがナサになってたりとかねするんだけど、面白いね。神様、うちわのグッズのうちわのケース気になるね。うちら初めてじゃない、私結構嬉しいんだよねケース。 My voice is for you めっちゃ好きです、ありがとうございますそうなんだよね。あら、えみちゃんタワー、あ、えみちゃん、えみちゃんタワーありがとう。ユニバのライブも当たったよ。お、武蔵野森、武蔵野森、武蔵野森ありがとう。私もめっちゃ楽しみ、最強に楽しみ。武蔵野森って東京だよね。東京です、頑張ります。もうさ、やばくない、1週間しか経ってないの、やばいよ。1週間もうないんだ、1週間しかないんだ、やばいね。うちわのケースにレースのリボンとかつけた、え、絶対かわいい。東京の橋の方、お事前販売後で行ってくる、みんな気をつけて行ってね、ありがとう。事前販売行ってくれて、事前販売って楽だよね。でもなんかさ、やっぱ当日ってさ、ギリギリまでメイクとかしたいしさコンサートとかさ、ライブってね、なんかグッズ寒い中待ちたくないから、事前販売って本当に便利だなと思う。ほら、みんな事前販売行ってくれてる、嬉しい、ありがとう。ゆかちゃん、神戸牛とか美味しいもの食べ、ケータリングだったらめっちゃいいな。あ、そう、あのレイクタウン、あのね、そうなんです、あの私はなちゃんとなんですけど、あの福島の魅力をたくさん伝えられたらいいなぁと思っております。詳細はツイッターじゃないよ、ツイッターじゃない、X の方にありますので、ぜひ来てください。皆さんお待ちしております。レイクタウン、そう、福島じゃないと埼玉、ぜひよろしくお願いします。うん、地元だから待ってる。そう、明日もう、そう、浜名湖頑張ってね。あのね、そうなの、今日もね、お話し会でファンの人に明日頑張ってねって言われて、プレッシャーです。最近どこ好き、毎日聞いたら嬉しい、ありがとう。めっちゃ、もうめっちゃプレッシャー。なんかこの前がまあまあ当たったから良かったんだよ、自分的には。あ、良かったと思ったらさ、またなってから、おー、怯えておりますよ。
見えちゃってんの。見守っててね、みんな見守っててね、本当に。ライブ以上にプレッシャー、うん、全然プレッシャーだよ。当たったらいいなーって、ね、もうでも忘れちゃった。三連単とかボックス買いとかちょっと忘れちゃったんだけど、全然全然待ってます。やばい。なんかめっちゃスタッフなんで詳しい人がいるんですね、 YouTube で。そうで、その人に聞いて、なんかどれがいいですかねみたいな聞いて、この前はそう、サスとサスを覚えました。そうスタッフさんに教えてもらって、でも最初マジで無知だったの。一応ね、 YouTube、 今までのボートレースの YouTube は見ていったんですけど、それでもやっぱりやっぱ分かんなくて、もうテスト勉強してるようだった。ここに家庭教師のようにそのスタッフさんがいてくれて、で、私も本当にもう 何から何をしてどうしたらいいか分かんなすぎて、なんかもうずっとつきっきりで教えてくれてやりました。でちょっと分かって、そうで、ちょようやくなんかコツとかつかめてきたなって時に終わっちゃったから終わっちゃったから、そう、分かってきたらめっちゃ楽しいと思う。分かんなくても楽しかったから、とりあえずこうレースが目の前で繰り広げられてるだけでもめっちゃ興奮するじゃないですか。すごい、うわってなるから、うん、お話し会ありがとうございました。エクセクターに会いに来ました。最高。待って、いろいろ教えてほしい。ミネ選手が今今季節強すぎるので絡めることをお勧めします。ちょっとなんか教えてください、皆さん。ミネ選手、ミネ選手、翔子も上手だからね、もうマジでできるかな、不安です。そもそも明日起きれるかも。絶対起きろ。ありがとう、ありがとう。ミニアボックス明日も買うの、変えたらいいな。ミニアボックスはイオリボックス。掛け事ってセンスだよね。私だからマジで掛け事当たんないんだよね。当たんないんですよ、あんまり。今年はお話し会参加して来て、あ、地元の菊池選手絡めるのもいいかも。菊池選手ね、オッケーオッケーオッケー。前髪こだわりありますか？あんまない。今日はこんな感じでいいかなって感じ。最近はこのちょっとタバカン、ワックスバームつけてちょっとこういう風にしてるんですけど、別にしない日もあればする日もあればこんな感じ。学校で見れないんでしょう。なんかアーカイブ、アーカイブ見れそうかも。わかんないけどね、見れんのかな。また伸ばしたりしないの？やっぱさ、前髪ある方が若く見えるじゃないですか。あの時はまあ何年、3年前ぐらい、カメオってさ、いつだっけ、3年前とか、3年前とかかな。楽曲もあったからね、楽曲も相まって、うん、やってた前髪ね。でももうマジでなんか
やばい、ハゲてきてる気がする。前髪ハゲてる。通称楽しみ、うん、楽しみ。授業中に見てるからね。前髪分けたいけど、分けるとかあげたいけどね。手遅れの MV 見たらショートのモランさんに、いやだからね、ショートしたかったんですけど、ショートにねしたかったんだけどできなかったから。でも私ね、ショート似合わないんだよね。結局エクステつけるあれしか、なんか未来しか見えてない。私さ、鉢がないんだよ、ここの頭のね、頭のね鉢がなくて。だから鉢がない人ってボブ似合わない気がする。多分手遅れの時こんくらいだったか、多分こんくらい。鉢がないと本当に似合わない。ここもこうなってたらめっちゃいいんだけど、私鉢が本当にないので。今日お話し会のお支払いしてきた、楽しみ。うん、髪型変えるときはそう、寿司屋さんに確認します。大幅に変えるとき、大幅なヘアカラーだったりとか、なんかハイトーンにしますとか、インナー入れたいですとか、とかあとはショートにしたいです、ロングにしたいですときとかは寿司屋さんにご報告します。女の子の髪型で何が好き？ロング。なりたいのはロングでハイトーン。めっちゃみあ、めっちゃみ、多分ね、次のイコラブアイの髪型、私めっちゃみな気がするよ。確かめっちゃみ、うん、みさみにしてた気もしてる。あんまライブとかでしない、ハイトーンね。でも最近マジで痛みすぎてやばい。やっぱエクステやってすっごい痛んだんですよ。めっちゃ痛んで、エクステでもう切れ毛がすごい。私さ結構ね、もうここまで地毛あったんですよ、ここまで。なのに切れちゃったから、エクステは本当に痛みます。ピンク髪懐かしい。うん、ああリンゴヘアやってたね。こやつ、こやつね、リンゴヘア。見えなくなっちゃった。やってました。え、昨日とどう？昨日のね、昨日はこう編みたらしみたいなやったんだよ。見てた？昨日、昨日のやつ見てましたか皆さん。おやつ、こやつ、こやつ、こやつやってた、こやつ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 、リンボ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 ン。本当にさ、常に見てると元気で、本当に、そりゃ生きてるだけで丸儲けじゃないか。ねえやばい。だってさ、なんかさ、今日ファンの人にさ、ツアーの1曲目どういう感じの曲ですかって言われてさ、マジで出てこなかった。あれなんだっけみたいな。やばくない？
あと1週間ぐらいなのに1曲目なんですかって言われて、え、1曲目、1曲目ってなんだっけやばい、もうね、ショールームとかね、ダメ、やってる暇ないんだ、ちゃんとさ、覚えなきゃいけないな、立ち位置をさ、覚えなきゃいけないよ。しのぶさんおしゃべりうまい。マジで楽屋トークって感じでした、昨日。みんな、じゃあみんな何の曲やるか当ててみ？みんな当ててみなよ、何の曲やるか。ラストノート安牌なとこ来たね、安牌すぎるよ。安牌だよ、もっと攻めて、みんな行こう、ラブドライブデートねえ、攻めて、もっと攻めて、おお、おお、カタストロリーこ、カタストロリー言えない、いや、カタストロフィー、カタストロフィー始まり、ちょっとかっこいい感じね。部活中ね、部活中みんな好きね、みんな好きだよね、部活中。知らんけどスタート前代未聞だよ、ユニットで。あ、船めっちゃ多いね、船めっちゃ多いですね最近ね。確かに攻めたね、みんな船やってないもんね最近。ラブクリエイト、ポイズ、記憶あー、アイカツね、マイボイスすごい優しい、みんなマイボイスって言ってくれてる、嬉しい明るい系の始まりだと思うんだって。待って待って、結局ね、おーおー、アイカツ始まり、盛り上がりそう。記憶聞きたいなあ、嬉しい、記憶やりたいな。記憶はね、あのたまにやるからいいんですよね、記憶のどこかではたまにやるから盛り上がるんです。おーみたいな、そう、あの気渡すとかもたまにやるからうわーってなるんですよ、特に昔の曲とかはさ。よっこらせ、ノーマル派、椅子派、あ、記憶、椅子派がいい、ちょっとちゃんと踊ると疲れちゃう疲れちゃう、あ、サクサク、私もサクサク大好き。確かにシソヌさんたち見に来てほしい。長谷川さんはね、指原さんと一緒に来たりとかしてるんですけど、ジローさんがね、多分来たことない、ずっともずっとも懐かしい。でででででででずっと続いてゆけ、私は結構好きなんですけどね確かに
ゼロさんもステージ側だね。今回もガチャ曲ある。なんだっけガチャ曲って。面白い。最近部活中聴きながら曲の中の主人公になった気持ちで外歩くのにハマってます。あのさ、私あのこの前もあのサンリオのイベント、サンリオさんでのライブで部活中やったんですけど、あのいつもね、あの言いたいことがあるんだよ、やっぱり何々かわいいよ、好き好き大好きの時にみんな部活の何かやってるんですよ。野球とか弓道とかいろいろねやってるんですけど、私だけ本当にいつも毎回思いつかなくて、マジで何も思いつかない。この前もね、ごめんなさい、適当にポージングしちゃいました。もう絶対部活じゃないだろうみたいなポージングしちゃったんですよ。え、ちょっと なんか今後もし部活をやるってなった時に、あの何のポーズ、何の部活がありますか？てか誰が何のポーズしてるかも覚えてないんですけど、何のポーズかなと思った。私も何のポーズかわからない。何がいいですか？ちなみに私は吹奏楽部だったんですけど、それかフルートとかで言えばいいのか。それをね、この前さ、いおりに相談したの。なんか部活やるときにさ、なんかあのポーズなんかもう何やってたか覚えてないし、なんかどうしたらいいんだろうみたいな言ったら、なんか茶道とかはって言われて、茶道茶道部のポーズってこれですか？こうてん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 あの今後部活をやるってなったら茶道部にしますね。見ててね。あ、さなつん茶道やってんなーって見てね。毎回なんかいろんなところで変えたいな。今回の部活は何部だろうあれみたいな何部だろう。毎回披露するたびに変わっていく部活。囲碁やば、囲碁。そう、あとカルタはって言われたんだ。むずくない？カルタ。ちはやふる。てーてれてってって。あ、カメラね。写真部ね。ちょっと見ててね。最近はね、こうやってマイボトル持って黒豆茶飲んでるんだ。うん、ラグビー部も面白そう。いいね、ラグビー部。いいね、あったかい。これ朝7時半に作ったのにまだあったかい。さすが。あ、合唱部はこうよ。僕はいてもだってもいられずに暗い。ねえ、ランランやってほしい。やば、ランランめっちゃ下手なんですよ。私超下手なの。あれ、手と足一緒になっちゃうんで何リットル入りますか？500かな。いや、そんな入んなきゃ。あ、500、これは500かも。水筒2個買ったんだよね。500と350買ったの。なんかサウナ行くときは350に持ってって、普段のやつは500。これな、え、なんだと思う。500かな。500も入んないか。500かな。ちょっと分かりません。500ぐらいあるかな。はあ、黒豆茶を飲んで、なんか最初は美味しくなかったんだけど飲むようになったら慣れました。あ、スーツケースですか。さ、あの、そうなんです。
さっきお話し会でもそのスーツケース大丈夫だったって言われたんですけど、ほっといてます。ほっといたら開くかなと思って、なんかお家の恋人とかがやってくれるかなって、なんかちっちゃい力で小人さんがこうチャカ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 って開けてくれるかなと思って、一応ほっといてますね。はい、一応ね、神戸でね使うんですよ。はい、神戸で使うんですけど、そのためにキャリーケースを買いまして、でそのために10年使ってたキャリーケースを捨てたんですね。だから私ん家にはバカでけえケースしかないんですよ。もうそちらの新しいケースが使えなかったらバカでけえケースを持ってかないといけないんですよ。え、ちょっと待って、それ、ま、本当に海外行きますか、今からあなたセブ島行くんですかみたいな、バカ高いやつしかないんですよ。やばいよ。だからもうちょっとなんとかして開けないといけないんですけど、頑張りましょう。リセットボタンあんのかな、ちょっと見てみよう。トリセツとか全部捨てちゃったんだよね。私トリセツ見ない人だから。トリセツ見る人ですか皆さん。トリセツは3桁の人なんです。私3桁ならいけるかな。なんかね、USB がついててみたいな、でドリンクホルダーついてて、でなんかちょっとしたパソコンケースとかパソコンとかも入れられるなんかやつがあっててみたいな、ちょっとなんか流行ってんのかな今そういうキャリーケースが。なんか何色、クリーム色確か。今なんかね流行ってんだよね、そういうなんか便利なケースみたいなのが。同じだったら取り捨てるよ。そうそう、高性能のやつ買ったはいいけどさ、あ、自分それなので取り捨て見ていきます。え、ありがとう、めっちゃありがとう。ネットで買った、そうネットで買ったよ。指定したダイヤルを書いてコツコツとやろう。無事いて。オーディション番号だよきっと。オーディション番号29番。じゃあ029かな。絶対そんなことやんない。私オーディション番号ごめんだけどマジ片隅にも置いてなかったよ。片隅にもね、頭の片隅にも置いてなかった、ごめん本当に。ミニボックスにしてる。もんちゃんの誕生日、いや違う、そう誕生日系な気がする、確か。確か誕生日とかさな何々みたいななんかやつな気がする。866はごめんだけど頭のかすずみにもなかったよ、なかったよ。今来たんだけど何の話してんの。私の暗証番号の話。なんかでも覚えてない、もう何を試したのかも覚えてないんだよね。だから今日家帰ってまたやってみるね。確かに3桁4桁はちょっと絶望があるけど、3桁はちょっとだけいけそうな気がしてる。確かに
中に何も入れてない、まだ。そう、まだ何も入れてないから、よかったと思って。やってみたら教えてね。わかった、開いたら教えるね開いたら教えるね。そう、パズルなんですよ。みんな考えてくれてる、みんな考えてくれてる、ありがとう。そうそうそう、キャリーの暗証番号が解けてしまいました。よし、よし。自分設定したと思ってやばと思って000で開きました。あと私、そうなの、あとそうそうそう、暗証番号を設定したかも覚えてなくて、やばくない？そもそも初期の番号かもしれないし、そうなの。あれれ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 れあれれ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 、確かに307か037な気がしてるよ。頑張ってみるね。本当にダレダレダンダレダレダンダレダレダンダンダレダレ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 ダン。やば、僕のキャッシュカードの暗証番号、あんちゃんの誕生日。さらすな、さらすな。あ、説明書捨てちゃったんだよあ、リセット方法サイトに見つけたので、そのマジでしたありがとう、本当にありがとう、ガチでありがとう、感謝すぎる、大感謝祭始まっちゃうぐらい。餅つきのあれ、えいや、さあさあ、えいや、さあさあ、キャリーケースの暗証番号を忘れた人がいるんですよ。なーに、やっちまったな。それならこれで叩き潰す。ボタンを細い棒で押すみたい。やってみるね。ありがとう。調べるより少量見した方が早いのあると。そうだよ、だってこんだけ人がいっぱいいるのも教えてもらえるもん。やった、初見です、こんにちは。だからこれから分かんないことがあったらすぐさまショールーム開こう皆さん、ちょっと調べてもらっていいですか皆さん、調べてもらっていいですか、すいません、ちょっとやばいんです。リセットしてる細い棒ね、爪楊枝、割り箸に入っている爪楊枝、爪楊枝でなんとか、なんとかなんとかするだね。ヤフー知恵袋だよ、マジで。このコメント欄ヤフー知恵袋です。皆さんも分かんないことがあったらここにつぶえてみた方がいいですよ。したら多分皆さんが答えてくれますよ。秋まで、ベストアンサーには何かありますか。あ、私が何かするの。こちらがベストアンサーです。最近、あ、来たよ、ほら、お悩み相談。新品イヤホンの充電ができないんですが、対処法ありますか。うん、捨てましょう。捨てて新しいの買いましょう。どうしたら結婚できますか。出会いの場に行ってください。結婚相談所行ってください。サノツに好かれる方法たくさん押しましょう。これがベストアンサーです
イヤホンなんてさ、だからイヤホンなんてめっちゃ高いやつ買わなくていいんだよ。安いやつでいいんじゃない？そう、私はもうすぐ決める。神戸ツアーの夜ご飯何すれ、何す、え、やるご、あ、夜ご飯何すればいいですか？え、まあ神戸を堪能したかったら神戸牛とか、なんかコロッケが美味しいみたいなので、そこら辺で済ましましょう。お供で心配はない？そうですね、まあ確かにシャカシャカ言っちゃうやつもあるけど、じゃ絶対だから高いの買ったらなくさないし、壊してしまったりとかしたらそれこそ保証書を取っといて、なんかお助けセンターみたいな電話するじゃないですか。私はエアポッツ使ってます。なつ、なーに、なーに、なーに、社長と一緒に配信見てるよちょっと社長と一緒に見てるんですか？どういう感じですかね。神戸の席が気になりすぎて眠らせるどうしたらいいでしょうか。眠れなくても寝ても同じ結果だから寝た方がいいと思うよ。そのつの声を高音質で聞きたい。あ、それはもう高いイヤホンで聞いてください。それかライブに来てください。ライブだったら高音質で私の声が響き渡りますので、あなたの鼓膜に。スーツケースの報告は兵庫ツアーでお願いします。あ、わかりました。今英語勉強してるからわかんないんだけど、その後教えて。はーい、 I'm Sanan, I can speak English a little. So and face half, but English a little. やっほー。ライブ行ってみたいけど一人で行くのが勇気出ません。そのね、全然一人で行けるタイプなんだよね。なんかまあお友達とね参加するのすごい楽しいじゃないですか。お友達と参加するときはなんか、あ、今のやばい、今のかわいすぎるっていうのを共有できるけど、一人のときはもうこうですから、絶対に騒がないし全部の動きを記憶するんですよ、一人だったら。あ、はい、今髪をかき上げました、今髪をなびかせましたっていうのを全部もう誰にも話さない、誰とも話さないから、もう全部の記憶をもう研ぎ澄まして全記憶するっていうことです。はい、私一人だったら地蔵ですよ。でもしファンサービスされたらもう一人で規制を発しますっていうことはしますけども、いいですよ、一人でも全然楽しいですよ。知らんけどイコラバのことが好きだったら全然楽しいと思います。一人の時ってさ、なんかやばいも言えないじゃん。隣の人とかにもさ、なんかやばいやばいとかも無理だから、一人でも、ってもう抑えるしかない。なんかファンサービスされたことに対して抑える、うん、最大限の抑えがさりげない規制っていう感じなんですよ。なんかみたいな感じです。でもすごく優しい人が周りにいたら、なんか全然知らん人でもなんか、え、今のあなたですよみたいなことを言ってくれる場合もありますけど、え、サナツンから今やられましたよね、みたいなことを言われるパターンもありますし、でもなんか私的にはやっぱこう
なんかわーってこうやった時に一人でもなんかみたいなことをやってくれた方が嬉しい。なんかね、何の反応もなかったらおー生きてるかーって感じなんですけど、はい、ぜひ何かしらの反応をください。よろしくお願いします。一人掃除多いと思いますよ。おー、初めて探訪するけど全然楽しい。私も楽しみ。いいな、地蔵になっちゃう。でもこういうスタイルじゃないですか皆さん。絶対にもうアリーナツアーなんて言ったらみんなこれだもんみたいな。そう、はってなってな、こうなってください。こっちからその後にレスします。あ、大丈夫です、結構です。とりあえず、まあ、反応してください。よろしくお願いします。あ、そう、本当だ、イコラブ短板多いって、みんなよかったね。私やってみたいことがあって、サナオシじゃない人がこうやって見てるじゃないですか、こうやって。でなんか練り歩きの時とかに、あの、私が覗き込みたい、あの逆側から邪魔してあげたい。例えばイオリとかこうやってさ見てるわけじゃなくて、イオリちゃんちょっと遠いわ、今回遠いわと思って、私がこうやってそれめっちゃやりたいんだよね。トロッコだともうちょっと難しいから、距離があって難しいから、あの練り歩きの時とかやってみたい。やりたい。サナマシの人はさ、もうずっとサナしか見てないからさ、こうあの油断してる人ね。こうサナがここにもいる、ここにいるんだよ、私はここにいるのにもかかわらずこうやってるタイプのね人はいるわけじゃないですか、必ずしや。そこにこうタタタタタって言って覗き込みたいですね。あと、そう、亀子さんあるある、特にあのめっちゃバズーカみたいなカメラを持ってる人、もう超高画質、あの毛穴のどこまで映せば気が済むんですかっていうぐらいのバズーカ並み の, あのカメラを持ってる人は、もうあるあるはこうこう調整するわけじゃないですか、あのこうやって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 。でもたまにこうメンバーが急に現れた時のもう亀子さんの焦りね、ピンと合わないからめっちゃ面白いんですよね。頑張ってピンと合わせようとしてるけど、多分間に合わなすぎて、多分めっちゃボケボケ高画質、高画質のボケボケっていうのもね、結構好きです。あるあるだね。急にってなる。めっちゃ面白い、あれは。バズーカ構えてますが、ジョイでそれになったことあるね。え？いとかちゃんってバズーカなの？バズーカ組なの？神戸、昼気をつける、うん、神戸マジで髪型どうしようかな、高めツインテールにしようかな、ティーン、ここからはね、ピリつく特にウォンチュウォンチュとかさ、ミリネがデレレレ、ここからは髪型タイムです。それでは聞いてください、ウォンチュウォンチュ。もしサナが煽りんとき騙してあげるね。リリーとかでさ、でででででハートパケン、でででででで、さあここからは皆さんまだまだ一緒に盛り上がりますよ。あ、じゃあそれじゃつまんないから、でででで、でさあここからはカメコの皆さん、もう一緒にカメラを置いて一緒に楽しみましょう。みんな、あ、あ、
カメ子さん大当てだね。そうだよ、カメラもう置いてんのに。でもここからカメ子の皆さんって言ったらみんなこうやるじゃん、こうやって置いて、かわいい。想像したらマジでかわいすぎる。もうファンのみんなかわいい、本当にかわいいな。ガチかわいい。でもまあ私あんま煽んないんですけどね。私はもうイラつい担当の煽りだから、あんま曲で煽、あ、だって私が煽るイメージないですよね。そのさ、びっくりしたの、ソロコンの時になんでこんな煽りの 声と歌う声違うんだろうってぐらい、サブリミナルのなんかやつに、まだまだみんなサナと青春してくれるかな、イエーイ、これからも一緒に青春しような、それでは聴いてください、青春サブリミナル、別れたてちょっと待って、誰ですか、誰ですかってなってました。あんま煽りやらないんで。もうアンナがさ、煽りここどうする、煽り決めたいんだけどって言ったらもう隠れますもん、いつも人の影にこうやって隠れて、いつもこうやって隠れます。でバレるんですよ、やっぱりアンナは書き出すんですよ、そのサブリミナル誰誰リリ誰誰とか書くから。それでサナちゃん何も煽りしてないよって言われて、はあ、バレる、バレた、バレたって言って、だから私が煽り、あ、サナちゃん煽ってると思ったらアンナにバレたんですよアンナにバレた時に煽ってます、私は。サナちゃんあなたイラついしか煽ってないよ、イラついに全力投球してるから。みんなもっとやってるのはい、逆にどこ余ってますか今いやここ余ってる、え、ここってどうやって煽ったらいいんですか7年目で、え、ここってどうやって煽ったらいいんですか7年目なんですけど、で煽る内容聞いて、あ、はい、でもねどうせ忘れちゃうんですよね、こうやって煽ろうと思っててもどうせ忘れちゃうんですよ。なのでいつも思いついて、なんか勝手に思いついたことを喋ってますね、忘れちゃうんで考えてもだから噛んじゃうの。そう、ちゃんと練習しとけばいいのに、なんかギチギチに考えないでとっさに思ったことを喋るから噛んじゃうんですよね。気ぃつけます、頑張ります。ツアーのツアーももしサナが煽りがあったら応援しててくださいのびちゃん確かにそう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 、全てはそうなの、私野音から怖くなっちゃったの、煽りが。あとはさ、皆さん盛り上がってますかってさ、もう絶対盛り上がってるのにさ、絶対面白くないじゃんその煽りって。後半戦もまだまだ盛り上がっていきましょうって絶対おもろくないから、それはなんか演出の方にも言われて、なんかそれはありきたりすぎるからみたいな、まあ確かにそうだなと思って、で演出の方が一番いいのは本当に思いついたこと、煽りを考えないで会場の雰囲気とか見て煽れる人がめっちゃいいんだよって言われて、はあなるほどって、あ確かにそうやったらめっちゃいいって思ってやってみたら、野音がもうぶち壊しになっちゃったんですよ。あら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 みたいな、野音でちょっと待って、野音がもう本当に、あとその後のリベンジでやったちょっと待ってほうれん草もちょっと終わっちゃったので、はい、そこからもうやめました。はい、
な、歌った方がまだマシだわ。喋る方が緊張するから、あの本当にライブはマジで MC の方が全然緊張する。 MC とかなんだ、煽り、イラついな煽りは緊張しないけど、なんかしっかりした煽りはめっちゃ緊張する。そういえば最近コントしてないし、やめて、コントやめて、コントはもうやらないよ、コントはもうやらへんって。懐かしい、やっぱスイーティストだな。ソロコンね、ソロコン、でもあれのファンの人がめっちゃ良かった、本当に盛り上げてくれました。ファンの人がいなかったら多分オンライン無観客とかだったら多分めっちゃ面白くなかったと思う。本当に生のあのコンサートだったから楽しかったんだと思うよ。ファンの人がだってさ、初めてだよ、お水飲んで、お水おいしいって言われたの、誰言ったの、最高ナイスだったよ。みんなすごかった、面白かった。誰お水おいしいって言った人、天才だよ。 DVD ブルーレイにもね入ってるけど、お水辻さんだった気がするナイスだよ。だとしたらマジでナイスだよ。あと面白かったのがね、あのスケブもなんかいろいろと面白かった。すごっ、がっつりあれに入ってましたからね、ブルーレイに。その毎日ね、最近ね自分のソロコン見ながらね投稿してる。投稿だって学校みたいに言っちまったよ。通勤だ、通勤通勤でした、ごめんなさい、嘘つきました。投稿なんてもう何年も前の話でした、すみません、すみません、それは大嘘をつきました。はい、あの通勤してます。みんなに早く見なよって言われて見て、いつも聞きながら、自分のソロコンを聞きながら通勤しております。うん、何が好きかな、大リリ、大リリとか結構好きで、大リリ聞いてます。大リリ、あとサブリミナルもう結構、スケベのパワーだと姫入ってた、入ってたね、見たよ見たよ。いましたでも楽しかった。早くもう一回ソロコンとかやりたいですね。また瀬戸利を考えるのが楽しかったな。そう、瀬戸利ね考えるのがすごい楽しかった。2時15分だったら終わるね。はいはいはい、サンバ来てくれる人いますか。サンバ行く、やった、嬉しい、行きます、やった嬉しい、ありがとう。前髪切ってない、ちょっと巻いてるからかな、そう見えるか。サンバ行きます、やった、サンバ行くよ、ありがとう嬉しい。今日も楽しい、みんなとお話できてめっちゃ楽しい。サンバ行きます、嬉しい。あれだよね、あの神戸の前初めてだよね。うん、何言ってんだ私、神戸の前のお話し会ですもんね今日は。オムライス食べます、はい食べなさい。そう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 、それが言いたかった、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、ごめんなさいね、日本語に出てこなかった。
お久しぶりさんでした。どうもありがとうね。ね、びっくりしたよ、本当に。今日一のでかい声出ちゃった。それでいい、それがいい。なんてそばももうつきたくない。ツアー前ラストです。そうです、ラストです。ゆう神戸行くよって言ってよかったです。ゆてち、あ、I love you。 サナも I love you だよ。パピコちゃん、I love you。 次からツアーの話できますって。次はお話会いつですか。お話会当たったよ、ありがとう、ゆうなちゃん。あ、お誕生日おめでとう。10日です。お話しましょうね。楽しみ。これ、あ、確かに2月めっちゃイベントあるね。今日の感じめっちゃ好き。なんだろう、いつもとちょっと違いますか。違う。10日はちゃんと行きます。はい、待ってます。毎週イベント嬉しい、全部行く。うわ、優等生がいた。優等生だ、待ってるよ。少しだけでありがとう、優しいね、みんな。そうだね、だって対面話し会とかもあるしね。まつげ本当に羨ましい。なんか昨日ね、ずっとね、まつげ美容液ね、あのやるの寝る前にサボってたんだけど、昨日ちゃんとやりました。思い出したようにやりましたよ。そっか、今回は対面話し会2回2日連続ですもんね。気絶しないで気絶しないで。しんちゃん、これかわいいんだよ。しんちゃんが寝てるんですけど、しんちゃんが取れます。取れたらまたしんちゃんが寝てるんです。じゃん、可愛くない？あ、ね、今日地震あったみたいですね。でも全然気づかなくて、SNS 見て、えっと思って、そう、サナちゃん大丈夫だった？ってみんなが心配してくれて、全然気づかなかった。移動中だったからかな、気づかなくて。よ、皆さんも大丈夫でした？東京？千葉？だったんだよね。あ、めっちゃ揺れたんだ。ちっちゃもんちゃんが一人で多分怖がってたと思う。大丈夫かしら。早く今日はお家に帰って。埼玉も震度3度。おお、あれで目覚めた。おお、皆さんもね、なんか地震も続きますから。ちゃんちゃん東京にいないし、東京やよ。じゃあそろそろ終わりましょうかね。じゃあランキングをね、読んできます。うん、ありがとう皆さん。いたね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。配信ありがとう、ありがとう。はい、じゃあ今日は珍しく、あ、おお、
1位がパピコちゃん、タワーもありがとうパピコちゃん。2位が、あ、待って、ちょっと思い出す、いつもね読めないの、なんだっけなんだっけ、いつもね読めないの、いつも読めない、最初の文字だけ教えて、最初の文字だけお願い、最初の文字だけ、あ、ここなっちゃう、ここなっちゃう、いつも読めなくて本当にごめんね。どうやったら覚えられるんだろう、ここ、ここ、いつもね、なんか、え、コノアちゃんだっけ、ココアちゃんだっけって思うんだよね、これいつもココナちゃんね、これでココナって読むの、ね、ココナちゃん、心にあやと書いてココナちゃん、ココナちゃん、あ、ココナちゃん、日プのココナちゃんと覚えるわ、ありがとうココナちゃん、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 ありがとう、どうもありがとう、ココナちゃん。2位がおやむ、どうもありがとう。3位がにゃんこさん、4位がにゃんこさん、5位が日清月歩さん、6位がりょっきー、7位が関の、8位がよちお、9位がダマイス、10位は星の鼓動は愛、11位がのり、12位がななちゃん、13位がにっちさん、どうもありがとう。じゃあ3部のお話し会続きますので、3部来られる方は楽しみに待ってます。3部来られない方は分かりません。じゃあね、ありがとう、今日もバイバーイ、ありがとうね、バイバーイ。